はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今日はですね、あ、これね消してきます。はい、消してきました。あれはね、 iPhone7 のアップデートしたらどうなるかわかんないんだけど、あれつけてるとスクショの音とか消せるんですよね。だからつけてるんです。学校とかではね、学校とか電車でカシャーって言いたくないもんね。だからつけてます。てかさ、スクショに、ちょ、スコールがブチブチ言ってますけど、スコールじゃなくてスクショに音が鳴る意味ないよね。なんか日本のカメラってそうなんだけどさ、シャッター音絶対必要ないと思う。その盗撮とか言うけどさ、みんな盗撮するんだったらみんな違うカメラ使うやんって話じゃない。わざわざね、 iPhone なんかでしないじゃん、そんな目立つような。まあ何目的なのか分かんないんですけどね、まあ、よく言われてるのが盗撮っていうことで、まあね、僕はそう思うんですけどもね。はい、で今日はチャレダンいきます。ネタバレをされないためにツイッターに、ほとんどもう丸一日浮上していません。なかなか辛かったね。いろいろ見たいじゃん、みんなの FF ガチャどうだったかなとかさ、見たかったけど我慢したよ。昨日の一度きりチャレンジあたりからもう黙ってました。とか開いてもないですね。まあそんなこんなで行ってみましょう。証券プレイでございます。最近勝てんのだよ、なんかリーザとかさ、あいつら、あの魔導士系、あいつらが強くてさ、勝てんのですよね、初見じゃ。まあ今回いければいい。たまにすごい緩い時があるんでね、それ引ければいいんだけど、今回がどうなってるか分かりません。パーティーはこんな感じでございます。ね、こういうさ、何してくるか分かんないキャラ置いてくるじゃん。1階から昨夜か。まあでもメイメイと同じじゃなかったんだよな。カリンが行動パターン違ったんだよな。コロシアムで1回カリンと戦ってるんですけど、普通だったので、根性もあるし、さすがにカウントダウン的な感じのキャラクターではないと思うんだけどね。まあ HP も10万近くあることですし、耐久しながら行きましょう。2万ならいいんだけどな。これがエスカレートしていくとまずいんだよね。バッジは回復なので、耐久力はあるんですけど、その落ち込みはまずいと思うんだ。これ大丈夫？ちょい、どっからその8は来たんです？ひどくない？あんたちょっと覚醒してるからまあ許すわ。この次のキャラクター次第ではちょっと怒りますよ。この次に、なんだろう、先制バインドとかさ、そういうやつだったらもうですよ。回復もできませんからね。はいはい、覚醒無効で遅延も受けちゃって、さらに90、75% 来るよね。ダムるっちゃうよね。まあ操作時間も、あ、そうか、減ってんのか。おい、毒消せよもうちょっと。で、毒があると発狂してくるんだよね、この人。だからパールも使わないと多分これ回復間に合わない。いや、パール使っても間に合わないと思う、正直。おそらくね。ほらもう体力ゲージどっか行っちゃったもん。あ、見えてきたけど1万6000じゃ受けれない。2万7000もあるんだ。さくやちゃんね、許されませんね、あれはね。ウェイが降ってくるところからおかしかったかな。ウェイの脅しにはしてなかったはずなんだよね。いや、お手柔らかにお願いしますじゃないんだって。あんたがお手柔らかじゃないじゃん。ウェイ。ちょっとあなた体力が低いね。さては、あー、同じ過ちを繰り返すんだな、こうやってな。
で、ラスボス落ち込ん先輩だからね、このゲームね。どうしよっかな。耐久とか考えない方がいいのかな。水と木は別で処理しよう。指針乱舞しかしないのかな。で、木を消すときは木しか消さないって感じで。水消しちゃった。もう自分のなんか操作もね、悪意があるよね。あ、でもこれだと大丈夫か。半分切りまして。あ、発狂っぽくもない。で、これで多分木が降ってくるような事故が起きたとしても、昨夜さんは溶けていくと思うので、こっからはね、貯めれるだけ貯めていくって感じで、行きましょうや。強くないぞ。所詮は根性発狂マンか。発狂より立ち悪いけどね。多分発狂だったらこのパーティー耐えれるんですけど、あんなことしちゃあかんわ。これがボスならまだしもね。その後ろに控えてる奴らと協力するようなね、行動はよろしくなくてよ。倒しましたね、これはね。お疲れ様です。よし、やっと芝となんか対等に戦えますが、芝は芝なんでねえ、遅延受けないとはいえこれがめんどくさすぎるんですよ。ダムルーちゃんが、ダムルーちゃん、まあアルテミスだわな。回復とかしてる暇もないし、ワンパンできること願います。なるべく光のウェイとかも入れて火力を稼いでいく。よし、これはいったでしょう。オッケー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 。ちょ、昨夜はね、行動パターン知らんかったのがきつかったね。もうちょっとコロシアムのデータとか見ておくんだった。続き、あ、でも、今目覚めついてるから、おそらくこれは、リターントゥゼロが来ます。で、これで変にダメージ与えようとして、水が欠損するよりかは、いらない色を消しながら回復をしておくのが無難でしょう。オッケー、よう消えんかったな。リターントゥゼロ来ますよね。で、あ、光は通るんだね、こいつね。半減とかないんだ。なんで闇なんでしょうね。なんか闇なの立ち悪くない？逆に。そこ光じゃないのって感じじゃない？なんでさらに闇をね、いじめていくんだっていう感じ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。調子いいぞ。まあ、いるぞ。まあ、いるぞ。あ、この辺たまらんな。じゃあもうこの辺使っちゃうわ。カエデ1枚とりあえず使って。4、3じゃちょっと不安だけど、まあ、バインド回復も溜まってるし、とりあえず行ってみようか。この人はね、半分ちょいぐらい減らせると確か、なんか何かが高まるんだよね。陶器かなんかが高まるんで、そこまで行ければいいんだけど、なかなかにステータスがアホだったはずなんで、ですよね。バクっちゃうよね。どうしよっかな。レッツ回復で間に合いそうな気もするけど、まあ使っちゃおっか。はい。で、これで、光のウェイとかも入れてみて、ちょっとダメージを与えてみたいと思います。ここでアルテミスは使いたくないな。こっちがでも帰ってくる可能性がありますね。もう高まっちゃうか。あと一ターンだったのにな、スターウェイク。不屈のダイヤモンドは一応取っとく。使うしかないよな。ウェイク、いや、使おう。で、先制ある、まあ、先制あっても耐えれるか。先制あっても大丈夫だね。多分耐えれますね。OK。じゃあ、とりあえず、この天狗ちゃんを倒しまして。倒せるか？若干不安。落ち込んこない。頑張っちくり。よし。光も弱点になってるんでね。さあ、ボス戦でございます。は。ちょい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 。ちょい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 。激減。あ、さらに無効化もしちゃう。威嚇は使っといてよかったってことやな。で、操作時間をなんか、なんたらこうたら。よく見てませんでしたが、なんたらこうたら。さあ、どうしよう。99。99一旦ってのがすごい怖いんだよね。いや、でもどうだろう。
でもアルテミス溜まるからいいよね、とりあえずダメージ与えちゃって。与えれるか分からんけど、もう正直理想は木のウェイ、光のウェイ、木のウェイ2つに光のウェイに水、ただあんま欲張らん方がいいな。どうしよう。この BGM はいいんだけどね、状況は非常に悪いよ。操作短縮10ターンが何秒だったか見てなかったんだよね。ちょっと3回コードせこいわ。まあお前なら8回コードしても別に許すけど、ちょっとせこいわ。いきます。あ、意外といけたね。よし、素晴らしい。とりあえずこれでどんなもん減りますかね。全然減らんやないか。8倍に上昇、ロック、あ、ロック、ロックね、回復があるからね。8倍に上昇って言った今、8倍。なんかするさらっと流したけど8倍って言ったね。倒すよ、怖いから。あ、でもどうしよう、火がロックだからここはおとなしくシーフを張って待つか。あと2ターン、ダイヤモンド溜まってからの方がね安全だよね、間違いなく。この選択が裏に出るとかだったらもう泣くんですけど、大丈夫。さすがに2ターン目でさようなら。あ、結構減るし、汚いよ、汚い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 。これ倒した方が良かったんではないかと思うんだけど、まあ楓さえ溜まってしまえばこっちのもんなんで、もうちょっと短いから気をつけろ、短いから気をつけろ。毒よりお邪魔を消すべきではと思ったけど、水さえ消されなければこっちのもんなんで大丈夫大丈夫。ねえ、ちょっと行動がいやらしいね。キング大量発生、倒します。倒せるか分からんけども倒します。でもね、ウェイ2つあって水があるからいけると思うよ。多分さっきのヘリ的にエンハ待たなくても倒せたと思いますけど、行っちゃいます。あれ水消してないよね、あれ、あら、あら、貧弱ちゃんでした。あ、まあでもそうだわな、 HP 多くてね、体力タイプとは思えないぐらい貧弱でしたね。昨夜に2回負け、まあ、実質昨夜に2回負けて、まあ、オロチはねちょっとよく分かんなかったけど倒せました。操作時間がなんかすげえ短くなってたっていうのと、2段目に倒そうってことでしたね。ちょっとあいつワンパンしてみたいから、1段目に宝石エンハンスとか使えばさ、いけそうじゃない、意外と。それもちょっと今後試していきたいと思います。ということで、以上チャレンジダンジョン初見プレイレベル10でございました。まあ8とか9はまあどうでもいいんで、 Twitter はこれ終わってから開きます。さよなら。